第7代、バークリー子爵第7代、バークリー子爵トマス・ジェームズ・バークリーは、イギリスの貴族、政治家。1774年から1784年まで、庶民院議員を務めた。第6代、バークリー子爵ジェームズ・バークリーと、エンマ・ローランズの息子として、1752年12月12日に生まれた。父の死後に生まれたため、出生時点で、バークリー子爵の爵位を継承した。1764年から1769年まで、ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1769年7月12日に、オックスフォード大学、ジーサスカレッジに入学。1773年3月18日に MA の学位を、1810年7月3日に DCL の学位を習得した。また、ジョージ・グレンビルと共にグランドツアーに出た。1771年より北ウェールズ会計係を務め、1774年イギリス総選挙ではアングルシー選挙区から出馬して当選した。バークリー子爵が最初に投票したのは1775年2月22日にジョン・ウィルクスの動議を支持した時で、最初に演説したのは同年3月15日に議員の辞任を許可する議案に賛成した時だった。その後、1779年頃に野党に転じたが、1780年イギリス総選挙で再選を果たし、1781年2月にエドマンド・バークの議案を支持して演説し、12月にアメリカ独立戦争に関する野党の議案に賛成票を投じた。同じく1781年12月にカーナーボンシャー統監に任命された。そして1782年2月から3月にかけて政府の議案に反対票を投じ、ノース内閣の倒閣に貢献した。続く第26キンガム公爵内閣と、シェルバーン伯爵内閣を支持し、フォックスノース連立内閣には反対し、チャールズ・ジェームズ・フォックスの東インド法案に反対票を投じた。第一次ピット内閣では、ショーピットを支持、ショーピットからグレートブリテン貴族への除爵を約束されたため1784年、イギリス総選挙で出馬しなかった。1784年5月14日、アングルシー州におけるビューマリスのバークリー男爵に叙され、アイルランド貴族であるバークリー子爵と違い、グレートブリテン貴族だったため、貴族院に移籍することとなった。以降も、ショーピットを支持したが、第一次ショーピット内閣が倒れると、ホイッグ党に復帰した。1822年6月13日に、エングルフィールドグリーンで急死、爵位はすべて断絶した。1777年4月26日、エリザベス・ハリエット・ウォレンと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。結婚に伴い、バークリー子爵は1802年9月20日に認可状を得て、トマス・ジェームズ・ウォレン・バークリーに改名した。ありがとうございます。